国家非常事態としてですね、やはり、これからの日本がどこが一番問題なのかということを我々は考えなきゃいけない。どうすればこの世界の激動の中で泳ぎ切り生き残ることができるか。まあ、今日はそういう意味で、入港と問題で非常に精通されている和田先生と、いわゆるグレイス大山さん、この二人に意見を聞いてみたいと思います。今日本が一番問題になるのはどこですか、大山さん。今の日本の問題点か、日本人か、日本人、まず日本という国が解体していってるのと、自治国家ではないということとは、敗戦国であって、で自分たちがそういうふうに植民地化されていることに自意識がない。これは太田先生もおっしゃったんですけど、敵が見えないと戦いようがない、一番最初に理解しなきゃいけないのは敵が何かっていうことであるっていうことと、さっきあの総裁にお話ししたことを今言いましょうかっていうか、あの太田先生もおっしゃってたんですけど、独占して日本民族を抹殺したいと考えた時に、何も攻撃したり殺害するだけが問題ではなく、その民族を自己破滅の道へ誘導していってしまえば、何もしなくても自然とその民族は消滅してしまう。でその方法の一つっていうのは、やっぱり女性をダメにすることだと思います、一つは。でもう一つはやっぱ子供を下ろしている数が半端じゃないと思います、今の日本。それに対して十分供養がなされてないのかもしれない。それからその子供は未来だっていう、子供たちさえいなくなってしまえばその民族終わっていく。これをすごくよく理解しているのが、個人的な意見ですけど、パレスチナ民族だと思います。やっぱし自分たちが民族としての危機感を感じるからこそ、あれだけ家族を大切にして、いろんなハンデがあるけれど多くの子どもたちを産むことが多いですねって。で結局自殺で、それで生まれてこれない子どもたちがいて、今度生まれてきても虐待っていうのは昔なかったとは言いませんよ。いつの時代も変な人はいて虐待ってあったと思うんですけれど、まず子どもを自分たちの人生の希望だって思ってる親がすごく少ないんじゃないか。むしろその多量なお金の消費の未来の問題児としてなんか見ている傾向があると思うんです。だからものすごく驚かしてると思います。あの妊婦さんもいくらお金がかかるとか、万が一こういうもう胎児の時から検査しないと、これがおかしいかもしれない、あれがおかしいかもしれない。もちろん生きていくこと自体が奇跡で、明日事故が起きるかもしれないし、未来の保証なんて何もないんですけど、それがすごくやたら大きいと思います。でその上自殺者が絶えない、自分たちが勝手に死んでいく、そういうふうに誘導すれば1世代か2世代でその民族はもう消えていくっていうのは非常によく知られていることなのと、女性がダメになってしまうとまともな子どもたちが育たない。それから夫婦生活がやっぱし昔はその国家安泰夫婦円満じゃないんですが、今男女が仲がすごく悪いじゃないですか。ジェンダーだとかいろんな風に誘導されて、お互いにあの一緒に何かの目標を協力し合うよりは対立して揉める対象になってしまったある、そういうことが非常に残念じゃないでしょうか。今の、まあ、日本人のバイタリティというか、まあ、活力、これどういうふうにお感じですか。ああそれはすごく簡単だと思います、父親も言ってたけれど、顎がみんな弱くなってしまった。それはよく物を噛まない、そしてこの噛むという能力が特に赤ちゃんの時に、母乳と哺乳瓶の差の一つっていうのが、ここの筋肉や骨、ここをこうごっくんごっくんってあの動かすあの筋肉が生命力につながるそうです。っていうことは、若い世代はこの今すごく顎が細長い顎がない男性が
美形としてもてはやされてるじゃないですか。じゃあやっぱしその玄米に戻ってお米の生活に戻ってやっぱし一口30とか50で先ほどおっしゃったのは母乳と哺乳瓶の差ということですか。はい、母乳をもっと飲まなきゃいかんということでしょ。母乳だと使う筋肉が全く違って、うん、哺乳瓶だと出過ぎるために舌で抑えないといけないんですよ。だから使ってる筋肉が全然違う。もともとそれを日本の産婦人科及び医学界のその指導はね、断乳中で、うんうんうん、早くとどめちゃうわけ、うん、で子供は哺乳瓶及びその離乳食に切り替えちゃうわけ、うんうん、だから昔はその精一杯飲めるだけ母乳で育てた、うん、1歳半からね、1歳半ぐらいまで母乳飲ませて、今は数ヶ月で断乳するんだよね。それは非常に大きい問題だと思いますよ、うん、っていうのはこれは植民地政策に入っとんじゃん、うん、だから戦後のそのパンと脱粉乳の牛乳のお昼ご飯、うん、昼給食になったのと、あと実はもっと人間ってすごく時間がかかるんですよね、成長するのに。だけどどんどん早くしてって早く立ち上がらせたり早く成長することすごくいいことだとしてるけれど、本当にそれがいいのかどうかすごく疑問だっていうのは数学者の岡清も書いてあります。それから岡清が言った言葉の一つで印象的なのは、彼の時代で最近は若者が昆虫化しているっていう。だから哺乳類じゃなく昆虫化、哺乳類化している。だからその男女仲良く家族で温かく母親の母性っていうのがすごく強くて保護をしてじゃなく、こういわゆる勝手に子供が成長して卵からで孵化じゃないんですけど、そういうイメージになってるのと、確かにおっしゃる通りその生命力の話ですけど、若い人たちを見てて哺乳類よりは昆虫に近い雰囲気を漂わせてる人が非常に多い。だからさっきもお話ししたんですけれど、もうだいぶ前です、下手するともう十何年前、下手すると20年ぐらい前の記事なんですけど、外国の留学生が日本の留学生ってどう思いますかっていうことに対して幽霊みたいだっていう、でそれがその総裁がおっしゃってた電車に乗ると皆さん生命力がないっていうのにつながると思うし、喜怒哀楽の表情がどちらかというと皆さんを無言で見てると苦痛というかストレスというか気の方ではないようなね、まあまあ何か、まあまあ携帯みんな見てるから、うん、実質その何を考えてよく読み取りにくいんだけども、まあそれはそうですね、まあ、とにかく勢いがないわな、うん、大きな声で喋ってるのはみんな中国人なんだいや元気の犬は確かにおるんだよ、銀座で歩いてるとうわわわわ言ってるのは全部中国人だ、うん、そうですね、中国人の生命力ってすごい圧倒されるものがありますね。歴史を読んでても、うん、あれだけの弾圧を生き延びた民族だからそう簡単には揺るがないと思いますよ。であとさっき戦争の話でちょっとコメントしたかったのが、そのベンジャミンさんがおっしゃってた、うん、でその通りだと思うものもいっぱいあるんですが、軍事産業、今アメリカのナンバーワンは経済の元根源は軍事産業なんですよね。やめようがないんじゃないんですか、国がそれで食べてれば。だからこれを回すためにはマーケットに火が吹かないとダメなんです、うんうんうん、でもちろん宇宙開発とかそうなればいいですね、いいんですけど、私は下手すると攻撃する国がなかったら私はアメリカの一般庶民が危ないと思ってます、うん、だから収容所の話も出ましたけど、うん、もう本当に90年代から多くの場所に収容所が作られてて、うんうんうん、誰を入れるつもり、アメリカ国内の話ですよ、うん、誰を入れるつもりなのかなっていう疑問が湧くようなサイズの収容所で、これは、うんうん、ジャーナリストのジム・マースが自分が行ってテキサス州を見て調べてびっくりしたっていうのはもう、うん、もう車
サブ、あのだ大きい車も家族が住むような形のデザインの収容所がずっと作ってあってで、うん、そういうところが隔離されていたっていうふうに、うん、まあ、もちろんこれはもう90年代で今はどうなってるのかわからないんですけれど、うんうん、誰かは入れるつもりで活用するつもりで作ってると思いますよって、うん、でそれからイスラエルとイランの問題、あ、うん、興味深いことにどこまでこれが正確かは別として、うん、CIA の研究所で、それがごめんなさい、2020年って書いてあったのか2040年って書いてあったのかちょっと定かじゃないんですけど、イスラエルという国家が自体が自治国家じゃなくなって解体する可能性があるっていう、そういう研究書をも出されてました。イスラエルが解体するっていうか、なくなってしまうっていう。でそれからもう一つ、今あの確かにベンジャミンさんがおっしゃった通り、私にも聞きました、軍隊の中で革命が起きているようなもので、クーデターがもうすでに起きたようなもので、もう簡単には指示を受けて戦争に行くと、911とだいぶ前が違うって言って、で、まあ、多くの立場の入れ替えもあったりして、ちょっと一種の革命が起きたっていうふうに説もあるのは分かってるんですけれど、それがどう出るかっていうのは本当に蓋を開けてみないとは分からない点がありますねって、うんうん、でも引き起こそうとしてる。ただあの一般庶民3分の2の人口、地球上の3分の2の人口の排除っていうのも、もうすでに90年代にその有名なジョージアにあるあのガイドストーンですけれど、それはもう政府がそういうものを作らせて許可するから、あんな巨大なものが国立公園かなんかに置いてあるわけだのと、あと私が聞いてる話の方では、もうすでに2000年にエルサレムがこう世界国家のような都市になって、ソロモンの宮殿がもうすでに立っててって思うのは、2000年までにすでになってるはずなんですよね。80年代とか70年代のそういうアイディアとか書物を読むと、だからだいぶ遅れてはいる、うん、それはやっぱし思う通りに進まないのと、やっぱいろんなところで抵抗があるからじゃないかというふうに思いますよね。あとやっぱしそのいわゆるこの表現って好きじゃないんです、あの民族を問題って言ってもパレスチナ問題って言われてる問題は、最初彼らが追い出された時にパレスチナ問題なんてっていうものはなく、すぐ解決する、新しいとこに行って難民であっても 1,2 世代でなんていうのかな、祖国は忘れてもうそこの地域にどうかする、そうそう、うん、の予定だったようですね。これだけこんなに何十年も抵抗しているっていうのはあまり視野になかったようです。だからやってみないとわからない。現にそれで言いたかったのは、ドイツ民族も第二次世界大戦、今の特にその東ヨーロッパ、ソ連やポーランドになって取られしまったところのドイツ民族もかわいそうに、戦争が終わった後は敗戦国のために追い出されてるんですよ、何百万人も。でも彼らはデモも反論も攻撃もなかなかできないのは、まあ、長い間ソ連になってて共産圏だったから何も言えなかったんだろうけど、でも彼らのことは本当に知られていない。だから私は思うんですけれど、ニューレンベルグ裁判でその結果、あれだけの何百人、 何百万人おろか、何百年もいたんですよ彼らは。カテリーナ第二がロシアの皇帝だった時代に、ドイツのメノナイト派とかドイツの農民の人たちに、ぜひ来てくださいって、協力してください、開拓するのって言って、数百年いたわけですよ彼らは。で追い出されてしまった、スーツケース一つで。でも世の中は何も言わないし、彼らは未だかつてそのことすらあまり知られてないし、ドイツでそういうことを問題にしようとすると、あの監獄に行きます。まず あそこも敗戦国で自治国家じゃないからなんでしょうけれど、ただそれがあんまりうまくいったので、パレスチナ問題って起きないって思ってたんじゃないかなっていう気が私はします。これほどの抵抗があるとは思わなかった。で今現にガザで起きてる、本当に殺されるか覚悟で死の行進じゃないんですけど、国境まで行ってると思いますよって、現に多くの人たちが死んでってる。
だから1945年当時のいわゆるドイツ人がロシアおよびポーランド、ハンガリア、その他ルーマニア、あちこちにおったやつが全部難民になったわけだね。はい、そうです。それはやっぱり何百万人おったのか。はい。ドイツ人が難民としておっぱら、おら、追われたわけだ。で、数字は忘れてしまいましたけど、もうみんなドイツに帰ったら慣れるんだろう。いや、ところがドイツも敗戦国で、なんとドイツは本当に悲劇な国で、戦争中より戦後の方が多くの人たちが死んでるんです。それはモーゲンソープランって言って、ドイツ人を餓死させるっていう、ちょっと日本も近いことが起きたらしいんですが、食糧危機とかいい、でもあれは意図的に、だから食べさせないよう、あるいは援助のあの食料が一般庶民に行かなくて、多くの人たちが死んでいたし、それこそ追い出された人たちだって死の行進で、例えば私が読んだ記憶の中で、例えば十何人の家族としてスタートしてもベルリンまで着いたとか、ドイツの国境まで着いたのは孫とおばあさんただ二人とか、多くの人たちが死んでいきました、そこで。だって食料とか水を誰も用意してるわけでも何でもなく、そのまま追い出されていくわけだから、生き延びた人たちは本当に、まあ引き上げ、敗戦国の引き上げの民族はみんな悲劇だとは思うんですけれど、まあそういうこともあったのに、それがあまりにも知られてない、そこでそれを嘆くことが許されていない、そこがちょっと悲劇じゃないかなと思います。でも それがあんまりにも簡単にある意味においてうまくいって、国境が限られたから、パレスチナもそういうふうに同じようなことだったというふうに西洋では理解したんじゃないかなって。あ、そうそう、モーゲンソープランって言って、そうやってそれで調べれば、意図的にドイツ敗戦国だから罰として、でそしてその捕まった人たちは捕虜ではなく犯罪者っていう扱いを受けたんですよね。でも日本の兵隊たちも場所によっては捕虜としたんじゃなく、もうそのまますぐ処刑したり、ひどいのになると、これはリンドバーグのお父さんが書いたと思うんですね。チャールズ・リンドバーグ自体だったとは思わないんですけど、読んでると、もう捕虜として扱うのが面倒だから飛行機からほっぽり出したって書いてあります。まあだから何としても戦争っていうのは止めなきゃいけない、その形の戦争は、そうなるとは思うんですけど、そういうことが起きました。なるほど、まあ、今日はそういうことで、大山さんの、いわゆる国際社会におけるいろんな知られてない、知られざる事実、世間であまり知られてない事実をね、語って、日本はユーロシアの一員である。